今日の給食です。今日は洋食です。美味しそう。はい、食パンです。はい、そしてこちらは今日はコーンポタージュスープです。すごいんですよ、山盛りそしてカラフルサラダね。で、おかずはメンチカツと、あと今日はいちごジャムがついていて、デザートはみかん缶になってます。ではいただきます。すごい、もうコーンポタージュのいい匂いがして、もう本当にもう大好きです、コーンポタージュね。これからだんだん寒くなってくるとね、どんどん美味しいですよね。ではちょっといただきます。うん、美味しい。うん、美味しいです。うん、すごい、ちょうどこう濃さもね、ちょうどいい感じ、ほらポタポタって、コーンポタージュ、うん、わー美味しい。あのあれですよね、パンにちょっとつけて食べてみようかなそれ大好きなんですよ。あのシチューとかにつけて食べるのも大好きで、いただいてみます。うん、あー美味しい、もう美味しい、幸せ、こういうの大好きなんです。うん、美味しい。うん、パンも柔らかくてふわふわです。うん、あー美味しい。皆さんもこういう食べ方しますか？こうね、シチューとかね、ポタージュにつけて食べると美味しいですよね。うん、美味しい。ではカラフルサラダ、すごい、サラダもすごい山盛りで嬉しいですよね、今野菜も高いから。じゃあいただきます。うん、美味しい。和風ドレッシングかなと。うん、レタスが山盛りいっぱい入って、で、人参とか、あとコーンもですね。これから、あ、ツナも入ってます。ツナの味がする。こんな大きなツナが入ってました。うん、ドレッシングも美味しい。こう醤油ベースな感じなんですけど、なんだろう、ちょっとこう甘みもあって、うん、レタスもね、シャキシャキで本当美味しい。コーンもいっぱい入ってます。下に落ちてました、いっぱいこれ、こんなにいっぱい、ほらうん、じゃあ今度はいちごジャムつけてみますね。今日はほら、いちごジャムたっぷりね。なかなかね、お家だと甘いのそう食べないから嬉しいです。はい、全部のせちゃうこうやって食べようかな。うん、おいしい。やっぱこう
ちょっと甘いのがねあるとねやっぱりね元気になりますね。パンがふわふわで、ジャムが甘酸っぱくて本当美味しい。あっという間になくなっちゃう。美味しいですね、幼稚園の給食本当に美味しいんですよ。はい、じゃあ今日はメンチカツなんですけど、見てください、チーズ入り、真ん中にチーズインメンチカツです。すごい美味しそう。いただきます。衣がもうサクサク、ほら、もうねこう分けてから結構経ちますけど、全然サクサク感がね変わらないですね。すごいサクサクで、中のお肉もジューシーです。本当レタスがすっごいシャキシャキで、聞こえますか？ほらシャキシャキ、美味しい。シャキシャキでね、ちょっとスプーンでコーンをいただきます。コーンもいっぱい入ってて、ドレッシングもすごい、やっぱりこう子供たちにね合わせてちょっと甘めな感じで、美味しい。ドレッシングが美味しい。はい、わー美味しいドレッシング。じゃあやっぱりこのパンはスープにつけていただきたいと思います。この食べ方が本当好きなんです。美味しいですよ。美味しい。幸せ。本当に美味しい。このとろみ加減もね、ちょうどいいですね、スープね。そんなにボタボタでもないけど、サラサラでもなく美味しい。なんかコーンポタージュ久々な気がします。ちょっと暑かったからお家でもね全然飲んでないし、これからコーンポタージュとかね美味しいね、お家で飲むのね。美味しい。なんかパンの給食、あの献立も久しぶりな気がしますよね。ポタージュも美味しかった。はい、じゃあ最後
みかん缶いきます。はい、みかん缶もね、大好きです。うん、あ、さっぱりして美味しい。なんかすごい今日はどれもなんか大盛りでいつもこんなに大盛りでしたっけっていうくらい大盛りでね、嬉しい。みかん缶もね山盛りで本当に美味しい。はい、はい、最後です。最後、うん、美味しかった。はい、メンチもね、みかん缶もね、パンもカラフルサラダもコーンポタージュも美味しくて全部完食です。ありがとうございました。ごちそうさまでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。